花かな山々七煙。岡本千佳。ある日、太一くんは家族と白浜に遊びに行きました。たくさん遊んだ太一くんと家族はホテルの人に教えてもらった温泉に行きました。わー、温泉の目の前が海だ。太一くんは綺麗な景色にびっくり。もわもわーんとした温泉の湯気の中、よーく目を凝らして見てみると、先に入っている人がいます。ねえお父さん、不思議なおじいさんがいるよ。でもお父さんには見えません。太一くんはおじいさんに近づいていきました。おじいさんは誰？もわわわわわわーん。湯気の中から豪華な着物を着たおじいさんが出てきました。お主にはわしが見えるのか？わしは先の湯の仙人じゃ。先の湯？と太一くんが聞きました。ここが先の湯じゃよ。先の湯はな、今から1360年以上前、昔々に湧き出た温泉なんじゃ。有馬の巫女という偉い人もわしに会いに来てくれたんじゃよ。先の湯の仙人は有馬の巫女にもらった豪華な着物を自慢しました。白浜に来てくれたお礼に、わしの6人の友達を紹介しよう。先の湯の仙人は呪文を唱えました。かなかな山々七煙。もわわわわわわーん。湯気の中からお家の形をした妖精が出てきました。僕は館湯のやっくん。太一くん、温泉はどうして暖かいか知ってる？水を火で温めているんでしょ？と太一くんが答えると、違うんだ、地球のパワーが温めているんだよ。そのパワーが爆発してクジラのシャワーみたいに吹き出てきたのが温泉なんだ。白浜温泉は病気や傷を早く治すパワーがあるんだ。とやっくんが教えてくれました。へえ、温泉って温まるだけじゃなくていろんなパワーがあるんだね。温泉が吹き出てくるのを、プシューと真似していると、太一くんはなんだかお腹がペコペコになってきました。お腹が空いたのか？ではお料理上手なとっておきの友達を紹介しよう。先の湯の仙人は呪文を唱えました。かなかな山々七煙。もわわわわわわーん。ぐつぐつぐつ、ゴロゴロゴロ、温泉卵がいっぱい。どうもどうも、あわゆのあーちゃんやで。さあさあ、温泉卵を召し上がれと、あーちゃんは出来たてほやほやの温泉卵を太一くんに渡しました。とろっとろでとっても美味しい。おかわり。太一くんは大喜び。嬉しくなったあーちゃんは温泉料理を次々作っています。温泉卵だけやないで、温泉湯豆腐に
温泉おかゆ、温泉蒸し野菜、まだまだあるで。太一くんは大満足。お腹いっぱいになった太一くんはなんだかうとうとしてきました。太一くん、眠たくなってきたのじゃな。ではゆっくりできる友達のところへ行こう。先の湯の仙人は呪文を唱えました。かなかな山々七けむりん。もわわわわわわん。おいらは元の湯の元どんす。足湯でゆっくりするっす。張り切った元どんはブハーッと温泉を吹き出しました。足湯って何？太一くんが聞くと、足をつけるだけで温泉に入るのと同じくらい体にいいっす。白浜にはいろんなところに足湯があって、好きな時に入れるっす。太一くんは裸足になって元どんに足を入れました。わあ、足だけなのに体中がポカポカだ。とっても気持ちいい。こんな温泉もあるんだね。太一くんは体も心もポカポカになって幸せいっぱいになりました。さて、昔話でも聞きに行くかのう。